こんにちは。今日は天津神の一角、高見ムッヒについて紹介していくよ。高見ムッヒは、雨の御中主や神ムッヒと共に、天地創造の時に誕生した、調査三神と呼ばれているんだよ。高見ムッヒは、高木の神っていう別称も持っているんだ。また、重い金の親でもあるんだ。実は天津神は何体もいるんだけど、高見ムッヒは中でも特別な存在な、わけ天津神に分類されていて、性別を持たない一人神とされているんだ。名前に用いられているムッヒという言葉は、万物を生成する神聖なる霊力って意味があるんだ。だから、新嘗祭の前日に執り行われる鎮魂祭や、天皇即位の際に一度だけ執り行われる大嘗祭の祭殿に祀られるなど、五穀豊穣の御利益を持つ農耕の神として崇められてきたの。アマテラスと並ぶ高天元のリーダーとして位置づけされていて、高見ムッヒの娘がアマテラスの長男に嫁いで、天孫降臨を行うニニギが誕生したんだ。つまり、高見ムッヒも天皇家の子孫にあたるんです。だから天孫降臨に先立ち足原の中津国の平定に尽力し、ニニギの子孫である神武天皇が統制で窮地に陥った際は救いの手を差し伸べていて、ここから海運昇福や新願成就のご利益も持つとされているんだよ。また、名前のムッヒが結びに通じることから、縁結びの神としても信仰を集めています。高見ムッヒは主に、奈良県にある高牧湖神社、京都府にある天津神社、東京都の高木神社で祀られています。こんにちは。今回は日本神話の指針、天照について紹介していくよ。神仏集合によって、仏教の観世音菩薩や、大日如来と、同一視されています。また、つくよみやすさのうの姉神で、大昼目無知神社という別称を持っています。神明神社、神明宮、天祖神社、皇太神社、という名前の神社は、天照を祀っています。天照が祀られている主な神社とその他のご利益を紹介するよ。伊勢神宮内宮には、国家安泰、子孫繁栄、天の岩戸神社には、良縁成就、健康長寿、東京大神宮には、開運厄除け、五穀豊穣のご利益があるよ。黄泉国から帰還したイザナギが、汚れを清めるために行った禊で、左目を洗った際に誕生した太陽の女神が、天照です。イザナギに感動された弟のスサノオが、別れの挨拶のために訪れたことを、侵略だと誤解したことから、天の安の川を挟んで制約を行い、五中の拝みを誕生させたんだ。制約で潔白が証明されたスサノオは、調子に乗って高天元で暴れ回りますが、疑った負い目もあり、天照はスサノオをかばいます。しかし、スサノオのせいで死者が出たことから、怒った天照は雨の岩宿に隠れ、世界は闇に包まれました。八百万の神々が様々な儀式を行ったおかげで、天照は雨の岩屋から出てきますが、騒動の責任を取ってスサノオは、足原の中津国に追放されてしまいます。その後足原の中津国を支配させるために、天照は孫のニニギを降臨させます。そして、ニニギの系譜が天皇家に繋がっているため、天照は皇祖神として、伊勢神宮内宮に祀られているのです。日本の総氏神として、万能のご利益を持つとされています。こんにちは。今日は天津神の一角、ふつ主について紹介していくよ。ふつ主は祝い主という別称を持っています。香取神宮の主祭神であるため、親しみを込めて、香取様、と呼ばれることもあります。武見和地を祀る鹿児島神宮と縁が深く、ふつ主と合祀している神社も多いです。祀られている主な神社とその他のご利益を紹介するよ。香取神宮には、海運昇福、災難除け。春日大社には、鎮護国家、武道上達。塩釜神社には、スポーツ上達、昇運授与、のご利益があります。ふつ主は日本書紀にのみ登場する神で、名前のふつは、邪悪な存在をふっつりと断ち切る犠牲語に由来することから、霊剣を神様に見立てたと考えられています。
その生い立ちは複雑で、イザナミが亡くなる原因となったカグツチを、イザナギが戸塚の剣で切り殺した際に、飛び散った地から誕生した神々を、祖とすると説明されています。アマテラスが孫のニニギに、足原の中津国を支配させようと考え、国守りを勧告する神を大国主の元に派遣しますが、2回連続で失敗します。そこで、3度目の正直で送り出された使者が、普通主です。武見和地と共に派遣された普通主は見事に使命を果たしました。このため、鎮護国家の神として、海運祥福と災難除けの御利益を持つ神として、信仰されています。また、主祭神として祀られている香取神宮のお膝元では、多くの剣豪を輩出することとなる、天真正伝香取神道友が誕生していることから、武道上達の御利益、現在ではスポーツ上達の御利益でも有名です。こんにちは。今日は国つかみの一角、猿旅子を紹介するよ。猿旅子は、雨の渦野の夫とされています。長い鼻を持つことから、多くの神楽や祭礼では、猿旅子役は天狗の面をかぶっています。蹴鞠の神とされており、そこからスポーツ全般の守護神ともされています。祀られている主な神社と御利益を紹介するよ。椿大神社では、開運祥福、方位除き、猿田彦神社では、災難除け、延命長寿、あざが神社では、良縁成就、交通安全、の御利益があります。足原の中津国に降臨する天孫、ニニギの先導役を務めた神です。高天元と足原の中津国の分岐点である、雨の八幡に立っていたことから、外の世界から村や集落に厄災が入り込むことを防ぐ、冴の神と同一視されています。そのため、開運祥福や方位除けの御利益によって、自分が進みべき道に迷っている人に対して、人生を切り開く手助けをしてくれる神と言えます。猿旅子の鼻は非常に長く、体も非常に大きかった上、高天元と足原の中津国を照らすほど、光り輝いていました。日本書紀ではその様子を、口や尻が明るく光っています。目は八田の鏡のようで、照り輝く様子は赤い宝月に似ています。と少し恐ろしげに描写しています。当然、不審な神がいると警戒した高天元の神々は、猿旅子の素性を確かめるために、雨の渦めを派遣したのです。ニニギが高千穂に降臨すると、猿旅子は伊勢に赴き、雨の渦めと結婚したとされます。また、あざかで亡くなったとされており、猿旅子と雨の渦めを祀る神社が、三重県に集中しています。こんにちは。今回は神武天皇こと、神山と言われ彦を紹介するよ。神武天皇は、若見家布皇子と、豊見家布皇子と、佐野皇子と、神山と言われ彦頬出美濃皇子と、という別称を持っています。日本の建国記念日は、神武天皇の即位日にちなんでいます。神武、という死亡は、8世紀後半に大見の御船によって考案されました。祀られている主な神社と御利益を紹介するよ。橿原神宮では、開運祥福、困難克服。宮崎神宮では、延命長寿、国家安泰、の御利益があります。ニニギの孫にあたる、宇賀屋吹会津と玉寄姫の第四子として誕生した人物で、45歳の時に兄の五瀬の御子と共に、日向から大和を目指して旅を行い、紀元前660年に、橿原神宮で即位したとされる初代天皇です。現在の東大阪市にあたる場所まで来た神武天皇の一行は、現地の豪族長常彦の襲撃を受け、この時に負った重傷が原因で、五瀬の御子とは亡くなってしまいました。日の神子が太陽を背に戦ったのが良くなかったと考え、紀伊半島を迂回して、大和に入ろうとした神武天皇の一行ですが、熊野で荒ぶる神と遭遇すると、その毒気に当てられて正気を失ってしまいます。すると、荒ぶる神を倒すための霊剣、不死の御霊と、
大和までの道案内をする三本足のカラス。ヤタガラスが高間の原より使わされ、神武天皇の一行は窮地を切り抜けることができました。困難を乗り越えて日本の礎を築き、137歳まで長生きしたことから、海運昇福、困難克服、延命長寿などのご利益を持つ神とされています。こんにちは。今回は古代皇族の一角、ヤマトタケルを紹介するよ。ヤマトタケルは、大須の御子と、ヤマトオグナ、という別称を持っています。草を薙払ったことで、雨の村雲の剣から改名した草薙剣が、熱田神宮の御神体なのは、ヤマトタケルが尾張国の豪族の娘、宮津姫に剣を預けたことに由来します。祀られている主な神社とご利益を紹介するよ。熱田神宮には、昇雲寿与、開運出世。のぼの神社では、開運昇福、商売繁盛。大鳥大社では、国土安穏、のご利益があります。第十二代景光天皇の王子で、第十四代忠愛天皇の父にあたる人物です。幼い頃から気性が激しく、双子の兄を殺害したことで父親から疎まれ、天皇に従わない九州の熊僧征伐するように命じられました。なお、ヤマトタケルという名前は、討伐した熊僧からその強さを称えられ、タケルという名前を贈られたことに由来します。続けて、東方の十二国を平定するよう命じられたヤマトタケルは、父親が自分の死を望んでいることを悟り嘆きます。それを不憫に思った叔母のヤマト姫が、三種の神器の一つである、雨の村雲の剣を授けたこともあり、ヤマトタケルの統制は成功しました。しかし、草薙剣を携えずに伊吹さんの神と対峙したことから、病に侵されなくなってしまいます。時には知恵を使って数々の勝利を獲得してきたことから、昇雲寿与、開運出世のご利益があるとされています。また、その魂が白鳥となった伝説にちなんで、ヤマトタケルを祀る神社で鳥の市が開催されることが多いため、意外ですが商売繁盛のご利益も持っています。こんにちは、今日は古代皇族の一角、応神天皇ホムダワケを紹介するよ。ホムワダケは、大友ワケの御事という別称も持っています。八幡の神は鎌倉幕府の初代将軍源頼朝を輩出した。源氏の氏神とされたことから、武神として武士の信仰を受けたため、八幡社が増加しました。祀られている主な神社とご利益を紹介するよ。宇佐神宮には、海運昇福、国家安泰。岩清水八幡宮では、産業発展、学問上達。鶴岡八幡宮では、昇雲寿与、武運長久のご利益があります。父である第十四代忠愛天皇の死後に誕生したことで、異母系たちが皇位を狙って反乱を起こすなど、苦難を経験して第十五代天皇として即位した人物です。なお、名前のホムダは、弓を射る時に装着する防具の友を意味する古語で、応神天皇の腕に友のような膨らみがあったことに由来します。応神天皇は生後間もなく困難に直面し、即位後は大和政権を安定させ、中国や朝鮮半島から知識人や職人を招いて、学問や技術を向上させたことから、海運昇福、国家安泰、産業発展などのご利益を持つ神とされています。なお、宇佐神宮をはじめとする全国の八幡社で主祭神として祀られていますが、これは第二代欽明天皇の時代に出現した八幡神が、自らを応神天皇であると名乗ったためです。奈良時代に、大仏を建立する東大寺の鎮守として、田向山八幡宮が建立されたため、八幡神は仏教の守護神として、八幡大菩薩とも称されました。さらに、第48代聖徳天皇の長身道教が、天皇となることを否定する神託を宇佐神宮が下ろしたことから、皇室の守護神として崇められています。こんにちは。今日は葛城さんの神、一
言主を紹介するよ。一言主は、カズラキの一言主の狼、という別称を持っています。カズラキ山の一帯は、古代大和政権で外戚として力を持った豪族。カズラキ氏の本拠地でもあります。有楽天皇の時代に百済から、生殖技術が伝来したことから、織物の神としても信仰されています。祀られている主な神社と御利益を紹介するよ。カツラギ一言主神社、一言主神社、土佐神社では、神願成就の御利益があるとされています。第21代有楽天皇が多くの家臣を引き連れてカツラギ山に登った際に、自分たち一行と外見や服装が全く同じ集団に遭遇しました。天皇である自分と同じ姿をした者は何者なのか。不審に思った天皇が素性を問いただしたところ、相手は質問をうむがえししてきたのです。馬鹿にされたと思い天皇が不快感を示すと、相手は、自分は悪いことも良いことも一言で言い放つ、カツラギさんの一言主という神だ。と告白。驚いた天皇は自分たちの武器や衣装を献上し、一言主への敬意を示しました。こうした神話から、一言主は卓戦の神、または言霊の神だと考えられています。また、カツラギさんの周辺では、一言主は、一言の願いであればどんな願いも叶えてくれる。神願成就のご利益を持つ神として、一言さんの愛称で信仰を集めています。なお、言葉を大切にする神様であることから、関西では、アナウンサーや弁護士など、弁舌を大切にする職業の人々からも信仰を集めているそうです。こんにちは。今日は封印された女神、セオリツ姫を紹介するよ。神社の境内で実施される血の輪くぐりも、大祓いの儀式の一環です。セオリツ姫をアマテラスの荒御霊として祀る神社も存在します。祀られている主な神社と御利益を紹介するよ。早知根神社では、開運厄除け、病気平癒。セオリツ姫神社と早川神社では、治水守護、水難除け、の御利益があります。神道では毎年6月と1月の末日に、心身の汚れや災厄をもたらす罪禍を払う、大祓いという儀式を行います。セオリツ姫とは、古事記や日本書紀には登場せず、大祓いの儀式で報じられる祝詞に登場する女神のことです。イザナギのみそぎで誕生した、ヤソマガツヒの神と同一視する説もあります。祝詞には瀬音姫の他に、早秋津姫、伊吹戸主、早沢雷戸の神、の三柱の神々が登場します。祓い戸の神と総称されるこれらの神々は異なる役割を担っており、セオリツ姫が川の急流に乗せて大海原に送った汚れや罪禍を、早秋津姫が飲み込み、伊吹戸主が伊吹によって、根の国そこの国に吹き放ちます。そして、早沢雷戸の神が根の国そこの国に到着した、汚れや罪禍を捨て去るのです。災いを引き寄せる汚れや罪禍を取り除いてくれることから、セオリツ姫は開運厄除けや病気平癒のご利益を持つ女神として信仰されるようになりました。また、その名前から水の流れを司る女神として、治水守護や水難除のご利益も合わせ持つと考えられています。こんにちは。今日は陰陽師の始祖、安倍の生命を紹介するよ。生命神社は平安朝の代理の鬼門に建設された、生命の邸宅跡に鎮座しています。生命の母親は志田森の白狐であるという伝説から、篠田の森社では稲荷神を祀っています。五芒星の文様は生命が考案したとして、生命祈祷と呼ばれています。祀られている主な神社と御利益を紹介するよ。生命神社では、魔除け、厄除け、安倍の生命神社、全国の生命神社では、無病息災、病気平癒のご利益があります。平安時代中期に活躍した陰陽師である安倍の生命は、優れた占いの才能を持っていたことから、天皇や大貴族の信頼を受けたそうです。このため、式神を刺激していたなどの数々の伝説を持ち、
死後に魔除けや厄除けの御利益を持つ神として祀られています。古代中国で誕生した陰陽五行説に基づく陰陽道は、日本で独自に発展した呪術及び戦術の体系です。飛鳥時代に朝廷が専門機関である陰陽寮を設立すると、陰陽道の知識や技術は国の管理下に置かれることとなり、陰陽寮に所属する人々は陰陽師と呼ばれるようになりました。当時は鴨志が陰陽の神の地位を独占していたため、陰陽寮での出世は限られていた生命ですが、息子の阿部の義政をはじめ、その子孫からは陰陽の神を何人も輩出しています。朝廷の権威が弱まると、巷で活躍する陰陽師が増えたことから、生命に対する信仰は民間信仰と結びつき、生命が掘った、または生命が水を汲んだと伝わる生命の水には、無病息災や病気平癒の御利益があると信じられています。このチャンネルでは、日本の神様シリーズを毎週金曜日19時に更新しています。興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。